ございます。立位電学研究所の黒川と申します。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。今日はこういうタイトル、大きなタイトルを持ってきて、お話をさせていただきますが、まず、この写真は何の写真かお分かりになりますか、皆さん。分かるっていう人どれくらいあります？あれ、みんな分かんないの？分からないっていう人ってやつ。これは望遠鏡で撮った宇宙の写真ですね。で、宇宙のある、こういう星とか、銀河とかいろいろありますけれども、よく星の数ほどあるっていうように、莫大な大きな数を例えるときにそういう表現をしますけど、で、一体星の数ほどあるっていう星の数ってどれぐらいあるんですかっていうのは、一応見積もられていまして、我々の住んでいるこの銀河の恒星の数が10の11乗個。で、そういった銀河ですね、小宇宙の数っていうのが10の11乗個あるので、宇宙の恒星の数っていうのは大体10の22乗個ある。これがいわゆる星の数ほどありますよということです。一方で、この写真が何かお分かりになりますか？分からないっていう人って書いてください。あ、そうですか。非常に今日は、優秀な皆さんが集っておられるかなと思いますけど、これは顕微鏡で見た細菌の写真です。これは、わざと色調を似たような色調に変えているので、似たような感じで写ってますけれども、この細菌、これがですね、じゃあどれぐらいの数存在するのか。今、基本的に今は地球上でしか生命は確認されてませんから、地球上での話になりますけれども、これも実は見積もられています。大まかに。大陸やら太陽やら地下とか動物の体内とか、いろいろ全部足し合わせるとですね、地球上の細菌数って大体10の30乗引きセルぐらい、存在すると。星の数ほどより多いんですね。で、ところがですね、宇宙に関しては、皆さんいいイメージが多い。ロマンスとかね、フロンティアとか、アドベンチャーとか未来とか、一方で、バクテリアどうですか？バグ、スライム、バイオフィルム、感染症、6年前単語が並ぶんですね。ところが、僕自身は、もともと実は天文少年だったんですが、実はこの世界に今、猛烈にはまっています。要は、宇宙よりもわからんことがいっぱいあるやろうという身近な世界で、この世界に引き込まれています。じゃあ実際このバクテリアっていうのはどういうところにいるんでしょうかっていうので、先ほどちょっとご紹介いただきましたけど、非常に有名なのは我々の体の中です。体の中はいっぱいバクテリアがいます。例えば一番有名なのはお腹の中ですね。最近流行ってますけど、お腹の中。あと口の中。あと皮膚。あとは女性の膣とかですね。そういうところは微生物でいっぱいです。じゃあその微生物がいっぱいいたら汚いのかって言われると決してそうではありません。この微生物がいてくれるからこそ我々の健康の恒常性が維持できているっていうふうに最近考えられてきているわけですね。じゃあ一方で地球上に目を向けるとどうかって言ったら、地球上の至るところバクテリアがいます。細菌がいます。いないところってどんなところですか？これ考える方が難しいんですね。で、例えば数年前にサイエンスという雑誌に載った、論文があるんですけれども、地球上のとある環境で一種類のバクテリアしか見つかりませんでしたっていうのが論文になる。それぐらいですね、実は地球上っていうのはその細菌で溢れかえっているんです。で、この空間、皆さんこの空気を吸ってますけれど、ここも実はいろんな微生物が飛んで皆さんそれを吸収しちゃってるんですね。どんどん、そういうことです。じゃあこれら我々の身近にいるたくさん微生物いますけれども、こいつらっていうのは何をしてるんだろう、どんなやつがどれぐらいいて何をしてるの、5WHH に近いですけれども、そういうことっていうのはじゃあ分かっているのか。で、バクテリアの研究なんていうのは1800年代からずっと続いてるわけですね。で、ところが実は我々のお腹の中とか自然環境中とかの微生物が一体どんなやつがどれぐらいいて何をやっているのかっていうのは実はほとんど分かっていません。なんで分かっていないのかというと、実は自然環境中のほとんどの細菌というのは培養が困難です。できないって書いてありますけど、培養困難です。基本的には 99% のバクテリアが培養することが困難です。で、したがって、
あの1000倍の顕微鏡でですね、米粒ぐらいに見えるようなバクテリアがですね、培養ができないと我々いろいろな実験をその後することができないわけですね。したがってこれまでほとんど地球上のバクテリアっていうのはどんなやつがいてっていうことが分かってこなかったわけです。でところが最近になって、まあ、2004年に登場するんですけれども、だったらそんな、培養なんかしなくてもう研究しちゃおうよっていうようなやり方が、方法が出始めました。それをメタゲノム解析と言います。で最近っていうのは先ほど申し上げた通り、まあ、いろんなところで群集を形成しているわけですね。で本来の、生物学では、まあ、これを培養して研究するんですけれども、まあ、培養できませんから、まあ、そうなったらですね、この環境中の細菌を培養せずに群集、バクテリアの塊ごとごそっと取ってきて、そのバクテリアから全部ゲノムを抜き出してですね、片っ端からそのゲノムを DNA を調べていこうじゃないかっていうようなちょっと荒っぽいやつなんです。まあ、それをメタゲノム解析って言います。で、もうちょっとだけ言うと、メタゲノム解析の手順ですけれども、まあ、自然環境から細菌群集、要するにバクテリアの塊を取っていきます。で、そこから DNA を全部抽出して、この DNA シーケンサーという DNA を読み取る装置で片っ端から読んでいって、それらをコンピューターで徹底的に解析をする。というようなやり方をとります。で、私が、研究しているのは、大体このあたりです。この、DNA をこのコンピューターで解析をするというところが私の研究になります。で、なんでコンピューターの中で解析しなきゃいけないか。まあ、それがバイオインフォマティクスと呼ばれる分野なんですけれども、実はゲノムの情報量というのは極めて膨大なわけですね。例えば人のゲノムの場合だと、新聞でいうと大体9年分の文字数です。ATGC を一文字と考えると、A とか T を一文字と考えると、新聞9年分に当たるわけですね。で、これに全部人間が目を通してですね、その中から新しいものを発見しようというのは極めて困難なわけです。で、大腸菌ですら、まあ、これ O1 号なんですけれども、大腸菌ですらですね、新聞約6日分の文字数があるわけですね。で、こんなものを人間の手で解析するのって非常に困難。でそこでまあコンピューターを使うということですね。で、バイオインフォマティクスをよく説明してくださいというときに、よくこういうスライドを使いますけど、天気予報です。最近天気予報は割と精度が高いですよね。精度が高いと思いますけれども、僕が幼少の頃、子供の頃っていうのは、まあ、どんなふうにしてたかというと、まあ、下駄を投げます。下駄を投げて、表が出て明日は晴れだと、裏が出て明日は雨だと、というふうにやるわけですね。で、まあ、憧れの彼女をですね、デートに誘って、で、下駄を投げたら表が出たから、これは遊園地に遊びに行こうと思ってですね、計画を立てるんですけれども、まあ、こんなアンビリアスな方法だとですね、いい予測結果を得ることができないんですね。で、結局、まあ、雨に降られてしまって、まあ、彼女にも降られると。あ、ここ、笑うポイントですから、ね。もう、ここから先、真面目な話になっちゃいますから。で、一方で、まあ、ここで最近こういう、過去のですね、お天気のデータですとか、今の気象衛星からのデータとかを統合して、こういうスパコンで解析をすることによって、明日雨が降るということがあらかじめ分かっていれば、彼女とあいあい傘に持ち込むことができるわけですね。こういうことができる。じゃあ一方で、バイオの世界ってどうかって言ったら、僕も実は昔実験をしていたことがあるんですけれども、まあ、実験研究者、この中にも何人かおられると思いますが、まあ、思いつくんですね、寝ても覚めても研究のことを考えてますから、ある一つで思いつきます。まあ、ところがですね、大体そういう思いつきっていうのはうまく結果が出てこないわけですね。まあ、そういうところで、まあ、このちょっと話題には無茶があるんですが、コンピューターを使うと、まあ、これちょっと僕の実験結果に汚い映像パターンですけど、こういうように結果が出てくると。まあ、これがバイオインフォマティクスの目指すところなわけですね。で、例えばここに ATGC、これ視力検査じゃありませんけど、こういう ATGC が、これ皆さん、なんかこの中になんか書いてあるっていうの分かります？これ実はですね、お年を召した先生に、大先生に聞くとですね、あーって言われるんですね。腹が立つでしょ？すごく腹が立つ。でも僕のさ、いや、僕分かりますね、さっぱり。だけど、実はこれを見てあげると、ここに、あ、なんか AGG ってある。その下流に ATG ってあるね。これシャインダルガルの配列、これ開始ごとだね。で、そうずーっと行くと、ここになんか TAA ってあるね。ってなると、この緑色の部分が、これは遺伝子ですね、と。遺伝子をコードしていますね。で、さらにこの上の部分に注目すると、なんか書いてあるぞと。
見てあげると、これ実はパリンドロミックの回分用の配列があって、まあ、TRNA ですね。というのがわかる。すなわち、この ATGC のこういうわけのわからん文字列の中から有用なことを探し出してくる。こういうのはコンピューターが得意なんですね。言ってしまうと、ゲノム配列から遺伝子を探索するとか、まあ、こういう古代エジプトのヒエログリフから何らか の文章を、意味のある文章を引き出してくる。まあ、これがバイオインフォマティクスの、まあ、一つの目標の一つなわけです。で、それを、まあ、どうやってやっていくかというと、まあ、我々スーパーコンピューターなんかを活用して、私、前職は東工大だったんですけれども、東工大はこういうツバメと呼ばれているスパコンがありますし、遺伝研にも DDBJ スパコンと呼ばれているようなスパコンがある。こういうものを駆使、徹底的に駆使をして、暗号を解読していくっていうようなことを我々やっているわけです。さて、冒頭でお話したメタゲノムの研究の話を今からさせていただきます。でメタゲノムの研究の推移っていうと、まあこれメタゲノムに限らず、大体科学研究の推移っていうのはこういうふうになるんですが、まず最初に、徹底的に記述をしましょう。でそこから知識を発見して、その後どうやってそういうことが起こるんですかっていうダイナミクスを研究して、最後はそれを全部蓄積していって、他の分野と融合していこうと。まあ、こういう流れ、学問の流れがあります。でまずこの最初の部分のお話を少しだけします。で実は私は人のお腹の中のメタゲノム解析を、数年前にやりました。それいつから始めたかというと実は2004年です。で当時ヒトゲノムで有名なクレイグ・ベンターさんがですね海洋メタゲノムを開始したのは2004年です。でサルガス総会の細菌虫メタゲノム解析をデータをこの2004年に発表したわけです。でその後ですね地球一周によって数億個の遺伝子を明らかにしてやるぜっていうことをぶち上げたわけですね。これはまずいと思いました。要するに有用遺伝子資源の独占をこの人にやられてしまう。これはまずい。っていうので、2004年にですね、品川の駅前にある、ちょっと宣伝になっちゃうので申し訳ませんけれど、まあ、ここでみんなでハンバーグを食べながらですね、これはなんとかせにゃいかんって言って、研究グループを立ち上げました。で、日本人の人の腸内メタゲノム解析をやりました。要するに、人のお腹の中にはどんなバクテリアがどれぐらいいて、なおかつどんな遺伝子群があって人とどう関わっているのかっていうのを調べましょうという研究です。で日本人の、まあ、健康な人です。健康の定義はちょっと今日は割愛しますけれども45歳の男性から3ヶ月の赤ん坊までの13人で2つの家族を含んでいます。まあ、この中のお腹の中を調べました。でそうしたところ何が分かったかというと、まあ、これ2007年に論文を出した古い研究ですけれどもこの A さんから Y さん、これ X さんが3歳で Y さんが 1.5 歳ですが、A さんから Y さんまでは大体似たようなつらつきをしていると思います。でこの緑色のバクテリア、これは何かというと、バクテロイデスと呼ばれている、まあ、一般的に言うと悪玉菌と呼ばれているやつですね。で、あと U バクテリウムがいて、クロストリディウムがいてっていう、まあ、全部悪玉菌ですが、まあ、こういう菌がお腹の中にはいて、でしかもものすごく多様なわけですね。多様です。これはまあ大体みんな同じ。これ意味するところは何かというと、ここにおられる皆さん、大体お腹の中は同じだということを、まあ、この2007年の研究では意味しています。一方で、この4人、この4人の方が何かというと、これ赤ん坊です。まだ離乳前の赤ん坊です。離乳前の赤ん坊というのは4人ともバラバラで、なおかつ大人とは大きく構造が異なっている。というようなことが初めて起こる。これが世界で初めて分かったお腹の中の構造です。で、まあ、もうちょっとだけ、詳しく言うと、まあ、成人とか子供っていうのは非常によく似てますねと。ところが、離乳前の乳児っていうのはバラバラですよっていうようなことが分かりました。で、さらに、この丸をつけた、この赤丸でつけたの家族なんですね。この緑丸も家族ですけれども、家族でまあ似たようなものを食べてるからといって同じようなお腹の中の構造になっているというふうには限らないというようなことがこの当時見えてきました。で、まあ、まとめると、まあ、離乳前後で大きな変化があって成人間では似ているけど乳児はバラバラですよと。で家族内親子間の類似性はこの研究では見当たらなかったというようなことが分かりました。で、まあ、この研究を2007年に出しました。でところが予算を、まあ、国に対してですね、もうとにかくこの研究がこれからどん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 発展するから予算をつけてくれということを何度もお願いしてたんですが、なかなか、つけていただけませんでした。まあ、したがってですね、私らはそのヨーロッパに魂を売りまして、
ヨーロッパの連中と一緒にこういう論文を2011年に出しました。これはエンテロタイプ of the human gut microbiome、 人ですね、ガットはお腹の中です。マイクロバイオームというのは細菌群集です。でエンテロタイプ、これ聞き慣れない言葉だと思いますけど、皆さんブラッドタイプというのが分かるんですね、血液型。それと同じように、実はお腹の中にもエンテロタイプというタイプがありますよというのを、出した、研究した論文です。まあ、どんなタイプがあったかというと、あんまり面白くないんですけれども、エンテロタイプ1、2、3です。で、私の2007年の研究では、まあ、ここの会場にいる人はみんな大体同じですよっていう研究でした。そういうデスクリプション、記述だったんですね。ところが、4年後になるともうちょっと精度が高まって、大体3つのタイプに分類できますよっていうようなことが、まあ、この研究で分かってきたんです。でこの研究はものすごく実は引用されています。話題となりました。で学会で話題になっただけではなくて、BBC とかですね、 ABC とか CNN とか、まあ、そういうようなメディアでものすごく話題になりました。なんで話題になったか、これお金の匂いがするんですね。すごくお金の匂いがします。僕の研究の場合は、ここにいる人はみんな一緒ですねという研究だったんです。これ面白くも何ともないんですね。自分で言うのもあれなんですけど、この研究はエンテロタイプ1、2、3ですよっていうふうにタイピングができる。すなわち、僕もよくスーパーに行ってヨーグルト売り場行きますけど、ワンサが売られてるわけですね。なんか、強くなる乳酸菌とか、人には人の乳酸菌とか、ちょっと関係者の方がおられるとまずいんだけど、いろんな宣伝文句でバーッと並んでるわけで、どれ食っていいか分かんないんですよね。ところが、この研究ができて、あらかじめ自分の腸のタイプが分かってたらどうします？で、スーパーに行ったら、エンテロタイプ2型の人のヨーグルトって売ってたら、買えますよね、必ず。あえて3型用のヨーグルト買わないじゃないですか。ということで、お金も見えますよ。で、バッテリアってどこにいました？お腹の中だけですか？口にもいましたね。皮膚にもいました。じゃあ、オーラルタイプ。スキンタイプ。いっぱいそういう定義ができていると、これは付加価値がつくわけですね。したがってこういう研究はものすごく取り沙汰されました。で、我々の2007年の、発表の後、実は2008年から欧米では相次いでこの可能性を見出して、膨大な国家予算がつきました。で、アメリカではヒューマンマイクロバイオームプロジェクトというプロジェクトが立ち上がって、5年間で120億円です。ヨーロッパではもう同じで2008年から5年間で30億円のプロジェクトがつきました。でこのことによって実は最初記述だけだったんですけれども、今はもうちょっとだけ進化して、人との関わり方、免疫との関係性とかですね、いろいろなことが今分かりつつある状態にあります。どんどん今進展しています。ではこのメタゲノム研究の推移ですけれども、次このダイナミクスの研究を少しだけ紹介します。で私は人のお腹の中だけじゃなくて、冒頭に申し上げたとおり、微生物全般に興味がありますので、微生物いろんなところにいます。で、土壌の微生物も、すごく、面白いなと思っているところです。で、どんな研究だったかというと、まあ、土壌汚染による土壌細菌群集の変動、これを解析しましょうという研究でした。で、これは私がよく言うんですけれども、皆さん、まあ、おにぎりを持ってですね、公園のベンチに座っておにぎりを食べる、まあ、コンビニのおにぎりするんですけど、その時にコンビニのビニールがポロッと落ちたら皆さんそれは拾って必ずゴミ箱捨てます。これは日本人のモラルですね。ところがご飯粒が落ちたらどうですか？拾いますか？拾うっていう人もなかったあんまり、いやボトッと落ちたら多分拾うと思うんだけど、一粒二粒落ちたらみんな拾わないですね。なぜか、ビニールはなんか環境汚染になるなと思って拾うわけです。じゃあ、ご飯粒は環境汚染にならないんですかね？なんなさそうですよね。なんか我々直感的にご飯粒が落ちても、まあ、なんかそれは中の人が頑張って分解してくれるんじゃないの？っていうふうに思いますよね。で僕、その中の人の研究をやっているので、じゃあその中の人っていうのが本当にそいつらを分解して元の状態に戻してくれるんだろうかっていう研究をやってみたんですね。で、ご飯粒を与えるわけにいかないので、まあ、農薬なんかで使われたりするんですけど、まあ、こういうような物質ですね。これいかにも分解しづらそうな物質なんですけど、これをポコッとこの中に入れてあげて、でこの土壌のバクテリアはこういったのを分解するんですけれども、その時にこの土壌自体は本当に元の状態に戻りますかという研究です。
で、実際加えた物質自体はですね、測ってあげると、まあこれ、この青い線は、横軸がこれ、時間です。ウィークですね、週です。で、この青色は安息光酸ですけれども、これは非常に分解しやすくて、3週目ぐらいにはほぼなくなっちゃいます。でところが他のカルバゾールとかビフェニルとか、難分解性のものっていうのは10週間ぐらいかけてようやく分解していくんですね。だけどやっぱり分解します。元に戻るんですね。じゃあ、この時に中の人、微生物たちはどうなっていたでしょうかっていうのをメタゲノム解析で追っかけてみました。そうするとこうなります。で、これ、左側と右側に大きく分かれています。で、この一番、これが大元の土の微生物の構成です。で、こちら側が先ほどの物質、化学物質を加えた、多感の方向属を加えた場合。で、こっち側が加えなかった場合です。で、まず、この加えなかった場合の方を見てあげると、なんか何も加えてないにもかかわらず、これなんか変動してますよねって指摘されるんですが、実は、コントロール、こちらは実験でのいうとコントロールなんですけども、コントロールとして、実は溶媒のメタノールだけは加えています。したがって、これコントロールなんですけど、メタノールが入っています。だから、この青色のバクテリア、これ一周目にどんと増えてますけども、これは実はメタノール分解菌です。わかりやすいですね。メタノールを加えたから、メタノール分解菌が増えたんですね。で、それがスーッと元に戻る。24週目にはほとんど、最初の土とほとんど変わらない状態になった。これ皆さんの直感が正しかったんですね。元に戻りました。微生物分子が元に戻った。で一方でこちら側、先ほどの多感の方向属をたくさん加えた方はどうなったかというと、一周目にガーゴルデリアと呼ばれている、ああいう方向属を分解する菌がドカッと増えます。ところが、こいつもスーッと減っていく。でところが、こちら側のようにスーッと落ち着くんではなくて、なんかここで緑色が増えてて、ここでオレンジが増えてきて、ここで紫が増えてきてみたいな、なんかガッチャン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 揺れながら、もう24週目を見てあげると、コントロールにどうも近づいていて、だから、ものすごくゆっくりゆっくりと元に戻っていく傾向にある。ということが分かっていただけると思います。でこれ僕、この結果を見たときに、あ、これ地震のモデルと一緒だなと思うんです。僕実は、マスターコース修士の時までは地震と火山の研究をやってた研究者なんですけれど、地震の余震のモデルっていう言われているモデルがあってですね、これはエキスパンダーモデルっていうんですけど、エキスパンダーって若い人知らないかな、こういう道具がありますが、体を鍛えるバネにつながっている。であれをバネをですね、ちょっとだけ伸ばしてパッと離すと指を入れてすぐ止まります。これはウィーンと伸ばしてバーンと離すとガッチャンガッチャン入れますよね。それって地震のモデルなんですね。余震のモデル。地震も非常に大きい地震が来ると余震がたくさん来ますよね。あれは最初の揺れで解放したエネルギーが他に伝わって他もどん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 揺れていくっていうので。まあちっちゃい地震の時っていうのは余震が起こらない。っていうようなことで、これがでっかい地震で、これがちっちゃい地震だ。っていうような感じで見えるわけですね。じゃあ、これ、実は僕、いろんな学会で発表しました。どうだっつって。そしたらですね、最前列に座っている偉い先生方がですね、お前、こんな研究に税金を投入したのかと。メタノールを加えたら、メタノールを食う菌が増えるに決まっとるやないか。で、そのメタノールがなくなったら、その菌がなくなって元に戻るに決まっとるやろかっておっしゃるんですね。ところが僕はね、わけがわからない。なんでこれがね、元に戻るのかがわかんないんですね。なんでですか？しかもですね、これ、死滅しないんですね。元の数に戻るんですよ。すごいですよね。なんですか？これ誰かが計算してるんですかね。僕はこれを見たときに、アダム・スミスの神の見えざる手だと思ったぐらいなんですけど、ものすごく不思議な現象ですよね。これ説明できません、実は。で、じゃあ元に戻るダイナミックスって何だろうっていうので、実は3つほど仮説を考えています。で、1つはですね、実際に調べているんですけど、ファージによるキルザウィナ。要は、たくさん増えたやつは、その中に入っているファージによって自ら殺されていくっていうようなモデル。で、実際にですね、データを見てあげると、バーコルデリアってやつがドーンと増えるんですけど、
その後1週間以上遅れてこのファージっていうものがドンと増えています。したがってファージによって殺されていくっていうようなことが考えられる。でもう一つはファージではなくて活性酸素種によって増殖細菌が死滅していくだろうというふうに考えることができます。要するにご飯をものすごい勢いで食べると活性酸素がドワッと出ますよね。だからメタノールが来たぞって言って我が家の腹を謳歌してですねブワーッと食べると活性酸素をブワーッと出して自ら死んでいっちゃうっていうような気です。そういう仮説で、最後は先ほどの先生でもお話がありましたけれども、群衆の相互作用によるロバソ性、何か知らないけれどもイントリンシックな内在的な何か力によって相互作用によってうまく元の状態に安定的に戻っていくだっていうような3つの仮説を現在考えています。まあ、論文を書いたのはこれで書いたんですけれども、まあ、今この2つの仮説をですね、コンピューターシミュレーションを使っていろいろ研究をしているところであります。でさて、メタゲノム、このメタゲノムですけれども、先ほども予算が取れなかったんだっていう苦言を、こんなところで、苦言っていうか愚痴ですね。愚痴を皆さんの前に披露してしまいましたけれども、我々のメタゲノムの最初の研究はこの2007年。で、ここからですね、実は年月が経って、で、先ほど紹介した欧米での巨大なプロジェクトがここで走りますけれども、まあ、ここからずっと、これ縦軸はデータ量です。実は世界中でこの人のお腹の中とか、口の中とかの研究っていうのが世界中で実は実施されていて、今ものすごい勢いで成長しているわけですね。やはりこういう欧米って素晴らしいですよね。やっぱりこの黎明期にこういう巨大なプロジェクトが立ち上がるっていう格好なんですね。で、日本はなかなかこういうことなくて、この辺で今ようやく立ち上げましょうっていう格好で、今実は立ち上がりました。まあ、それでも非常に幸せなことなんですけれども、まあ、ここの時に立ち上げたら世界のトップだったんだというふうに思ってますね。まあ、いずれにしても、このようにですね、データはうなぎ登りなわけです。じゃあ、こんだけうなぎ登りになってきたら、まあ、いよいよその知識を蓄えるっていう部分ができるではないかということで、今データベースを作っています。で、どんなデータベースかというと、バクテリアのデータベースです。で、一つはバクテリアの遺伝子とかゲノム、あとはバクテリアの種ですね。系統です。で、さらに、先ほどメタゲノムで紹介しましたけど、環境。バクテリアというのは環境中に存在しますから、その環境っていうキーワードを持って、この3つのデータ、3種類のデータをギュッと1つに、融合、統合してですね、したデータベースを作りました。で、具体的にはこのゲノムと呼ばれているものに、まあ、全てメタゲノムのデータであるとか、いろいろ遺伝子のデータであるとかっていうものを徹底的にゲノム上にマッピングをしていくということをやります。で、まあ、今日は詳しく申し上げませんけれども、これセマンティックウェブ技術と呼ばれている新しい技術によって、こういう雑多な情報をシームレスに統合するということをやりました。で、こういうデータベースを作ることによって、例えば、高温環境の多く存在する遺伝子はどんな遺伝子ですか？その遺伝子はどの系統が主に持っているんですか？っていうような質問に検索だけで答えることができるようになるということになります。で、我々が目指しているのは何かといったら、単な統計量の提示ではなくて、大規模データから新しい知識を発見することができるようなデータベースっていうものを作ろうとしています。で、現在のところ、大体ですね、100億の知識の関係性を全て整備し終わりました。で、そのことによって、まあ、いろいろなことが、できるようになります。で、インターフェース自体はこんなインターフェースで、よく見る検索エンジンと似たようなインターフェースですけれども、こういうものでやっています。で、検索をしてあげると、まあ、いろいろなこういう情報をですね、皆さんに提示して、まあ、例えば、人の体の中で、どういうバクテリア由来の遺伝子がどんなところに存在しますかとかですね、こういうことができたり、まあ、いろいろなことができるように、検索だけでできるようになっている。こういうシステムを作っているわけです。で、今後、こういうデータベースっていうのは、バイオだけではなくてですね、微生物、最初に申し上げた通り、地球上至るところにいるんですね。したがって、ありとあらゆる分野と結合していくことができるわけです。で、したがって、バイオロジカルなデータのみならず、例えばここに書いてあるような、こういう異質なデータっていうものも、実は微生物を介して、環境を介して接続することができる。すなわち、これまで遺伝子とかゲノムっていうのは生命科学の専売特許だったんだけれど、それが他の分野と
初めて環境を介して、微生物の環境を介して接続されるということを意味しているわけです。で、まあ、微生物群衆を介して、緩くつながっている研究領域や分野において、新たな知識の発見を促すことができるだろうというふうに考えているわけです。まあ、そこで最後の話ですけども、この異分野融合になります。で、ゲノム解読に必要なコストっていうのは、どんどん下がっていっています。例えば、ヒトゲノム2001年に完成して、まあ、当時3000億円かかったと言われてますけど、現在10万円ぐらいで解読することができるわけですね。で、さらに、新しいこういう USB 型のですね、DNA の読み取る装置っていうのも発売されています。でまあ、こういうふうに簡便化されていくと何ができるのかといったら、例えばですね、温度や pH と同様にゲノム情報がありとあらゆる場において基礎情報として利用可能になるだろうと。まあ、これを私、ゲノム情報力学者から言って、まあ、難しすぎる言葉だって怒られますけれども、こういうふうなネーミングをつけています。でまあ、こんな分野ですね、いろいろと微生物のゲノムっていうのはいろんなところにいますから、ありとあらゆる分野 と、まあ融合することが可能なわけです。でまあ、例えば、ヒトゲノムの時っていうのは、まあ、個人のゲノムを、解読をして、バイオインフォマティクスで解析をして、予防医療とか、テラメド創薬とかができるようになりますねっていうのは昔から言われてますけれども、これと全く同じで、まあ、地球をシーケンシングしてあげれば、例えば、科学的な環境デザインとか、恒常性の維持とか、精密農業、こういうことにできるだろうということになります。で、ちょっと話題が変わります。未来社会というタイトルをつけちゃったもので、こういうことを言っておかなければいけないなと思って用意しましたが、日本産業の象徴的なパラダイムシフトが、まあ、最近起こってるんですね。でまあ、デジタル化が大きかったんですけれども、まあ、部品組み立てによるパソコン型ものづくりというのは新興国に行っちゃった。まあ、そればかりかいろいろなものが、まあ、現在新興国に流出していってるわけですね。で、まあ、テーラー的な労働生産管理だけでは日本はこれから生き残ることができないんだ。そうすると新たな産業創出が必要になってくるということです。で、一方でですね、変化はもう始まってるわけですね。で、世界人口増加、まあ、日本は人口がこの間減少に転じたと言ってますけど、世界はどんどん人口が膨れ上がってます。70億を突破しています。で、そうするとですね、人間に必要なものが工業化され、それが新たな産業になるだろうと考えています。じゃあ、どういうものが必要になってくるかって言ったら、まあ、ここに書いてあるんですね。要は、水とか食料とかエネルギーです。で、こういうものをこれから産業化していかなきゃいけないだろうというふうに考えるんですね。で、ところが、実は医療、メディカル、健康、食料、こういうものって実は日本ではあんまり産業になってないんです。輸出産業になってません。で、輸出産業になっているので、さらに輸出産業、こっちの農産物とか海産物、これはもうまだまだ輸出産業にはなっていない。こういうものを今後、我々日本ではやっていかなきゃいけないだろうというふうに考えているわけです。で、先ほど出てきたクレイグ・ベンターさんがですね、こんな企業を2014年に作りました。これは何かヒューマン・ロンジビティ株式会社、人間長寿株式会社っていうのを作ったんですね、アメリカで。これ何かといったら、人の遺伝型とか体内の皮膚におけるマイクロバイオム、これ細菌層ですね。細菌群衆です。メタボローム及び臨床データを含む表現型を漏らした統合データベースを構築してあげて、あなたが健康に長生きするためには、こういうふうに生活してくださいねっていうアドバイスをするような会社を作ったんですね。まさに健康産業です。で、これまでの農業っていうのはこんな、ちょっとこれわざとネットから暗い写真を撮ってきてますけど、こういう感じで若い人は特にやりたくないなと思うと思いますけど、僕が想像している農業っていうのはこうです。かっこいいですね。これはもう、こういうロボットを田んぼのあぜ道から iPad でこう操作するっていう状況です。まあ、こういうことができるようになるというふうに考えるわけです。で、もっと突き詰めるとこんな感じですね。素晴らしい。で、実は私前職が東工大だったんですね。で、東工大に赴任した直後に、もう学長と面談をする機会があったので、学長、これから農業の時代ですよって言ったらですね、まあ、先生は赴任されて間もないから、お分かりにならないかもしれませんが、うちは工業大学でしてって言われてですね、なんだこれはと思って、農業は先生工業ですよってこう申し上げたんですけど、採用されませんでした。で、農業は工業なんですね。実はここに書いてあるのは、ありとあらゆることっていうのは農業の工業化に対して必須なわけです。で、さらに必須なのがですね、多様かつ高度な情報に基づくリスクマネジメントこそが農業に重要になってくる。じゃあその時に最も重要なことって何ですかってもう一回考えてあげると、例えばこういう畜産ですね、で農業で人の健康、農産物を食べる人の健康ですね、あと人が健康に暮らすための
こういう住環境だとか、こういうものが重要で、これら全部ですね、実は基盤となるのは微生物と情報なんですね。だからこういうものを組み合わせて考えていくことが、これから先の日本の産業とか日本の社会にとって非常に有益になるだろうというふうに考えて、まあ、今いろいろと仕事をしているところです。で、今日最後のスライドですけど、これ若い人たちには、ちょっとお伝えしたいんですけれども、まあ、とにかく専門のみならず生物学と情報科学の異分野を統合的に勉強理解できる人材が必要、ですね、勉強です。で、よく学際領域を勉強するときにはコミュニケーションを取りましょうとか、コミュニケーション力が重要ですっていうことを言う人が結構おられます。で、それは重要です。でもそんなの大前提なんですよ。あって当たり前。で、最も重要なことは何かって言ったら、僕は強く言ってるのは一人学者です。とにかく自分一人で勉強しないと、異分野のことっていうのは、とにかく自分で勉強しない限りは絶対頭に入ってきません。したがって、異分野を、こういうなんか広い分野を勉強やろうとすると結構大変なんですけど、徹底的に勉強するんですね。で、理解できる。まあ、こういうのがこれから先の未来を突破できる。であとはスパコンネットワーク統合データベースなどの情報知識インフラの開発。で、オープンデータとかオープンサイエンスも最近出てきていますし、まあ、こういうものを用いて AI 技術っていうのも現在どんどん開発されていますよね。であとはデータサイエンティストなんていうのもこれからどん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 必要になってくる可能性があると。ということで、未来社会という言い方をしましたけれども、まあ、皆さん、特に若い人の方々にはですね、こういうような方針、も人生を考える上ではですね、一つの生きる道なのかなというふうに思っています。で、私のところにもし研究所に遊びに来ていただければ、もうちょっとですね、この辺の深いところを皆さんとディスカッションすることができると思いますので、まあ、ぜひまた遊びに来てください。どうも今日はありがとうございました。